本日もご視聴ありがとうございます。今日はお客様からのご依頼でタイヤが変な方向を向いてしまったということで現場に駆けつけた内容をお送りしたいと思います。現場に駆けつけましてタイヤを見させていただきましたけれども、タイヤのネジが緩んでいるわけでもなく、タイヤがハの字にこのようになっておりました。積載車に積んで参りましたが、下ろす時に、からですね、動画を実際撮っておりますのでご確認をいただければと思います。積み込む際はタイヤの下側にゴム素材を敷いてスリップ、滑りやすくして積み込んできました。左の後ろ曲がったったやつはジャッキだけでまっすぐにしてるだけなんで、深さがあればもしかすれば曲がるかもしれないから、俺左の後ろ見てるんで乗ってゆっくり下げてもらっていいですか。はい。あ、いかん、まっすぐにしたホイールがいいかな。はい、いいよー。そこでストップ。ちょっと一回起こすわ。サイドカット、サイドカットします。ブレーキ5分どいてください。改めて現場で撮影してきた映像です。はい、板金図面で見ていきますと、ちょうど回らない、ハンドルがここについていて、これがエンジンですね。こっちが前側、こっちが後ろ側です。衝撃を吸収するサスペンションというものを支えている、ちょうどここですね。このロッドのここの部分ですね。ちょうどここの部分が、サビによって、こっちのサスペンションのサイド側と、切り離しされてしまってタイヤが曲がってしまったというのが今回の症状でしたので、お客様には、こことここと、ここと、ごそっと一体型になった中古部品を取り替えるということで、ご了承いただきまして、今回はこの作業をさせていただくことになりました。作業の様子はまた後日、アップしたいと思いますが、今日は、引き上げてきて、お見積もりまでということになります。年末差し迫っておりますので、実際の作業は年明けになるかと思いますけれども、今日はここが壊れてしまった車についてお送りさせていただきました。この動画参考になりましたという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録いただければと思います。よろしくお願いいたします。
パスパス